最初から無農薬無肥料でやればリンゴもできるんじゃないかと思って試してみます。ということで、奇跡のリンゴと言われる無農薬栽培のリンゴ、最初からね無農薬だったら植えておいたらできるんじゃねえのかなという疑問があったので試してみます。とはいえ実ができるまで数年かかるので結果が出るのは何年か後です。はい、品種は津軽富士宝玉姫リンゴアルプス乙女、そしてもう3年目に入りました、こちら王林です。ちなみにセールで798円だったものです。はい、だんだんどうもかわいいです。ということで今回はリンゴの栽培やってみるということでお話をしていくんですけれど、まあちょっと話したかもしれないけど、もうすでにね、おそらく3年くらい前、3年くらい前の冬かな、2月とかだったと思う、うん、1月とか2月かなだったと思うんですけど、すでにリンゴは植えてあります。で1品種だけでした。で、まあせっかくならね収穫までやりたいので、複数植える、これ植えることにしました。それをきっかけに動画にしてみようと思ったんですよ。で、無農薬のリンゴといえばやはりあの奇跡のリンゴの木村明典さんが有名です。読んでみて、で自分でも自然農法、自然農をやってみて、でずっと疑問だったのが、その途中から無農薬無施肥に切り替えると、その病気とか虫が大発生して全然できない、だったらば最初から無農薬無施肥だったらどうなんだろうっていうことをずっと思ったんですよ。ということで、やってみます。はい。で、今回は、買ってきたリンゴを植えるだけで終わってしまったら動画が非常に短くなっちゃうので、せっかくなので、今、私が管理している畑にどんな果樹が植わっているか。で、それらの果樹は全て無農薬無施肥です。基本的には植えてあって、周りの草、下草を買ったり、あとは、剪定とか、剪定ぐらいはやります。うん。でも基本的には、放任栽培ですね。農薬とか肥料、化学肥料はもちろん堆肥とかも一切やっていません。まあ、植えたそのまま。で、それでもできるフルーツって結構多いんですよ。そういったものを紹介していきます。はい。ということで、まずは、リンゴ、どんな感じで植えてみたかっていうのを、紹介します。まあ、たびたび言いますけれど、今回のこの取り組みは本当に実験的です。できるかどうかわからん。なので、できるかどうかわからんし、結果が出るのも、年単位で後です。はい。で、ただ、その、王林っていうリンゴを先に植えてて、これすでにね、2年くらいちゃんと生きてるんですよ。葉っぱも茂らせて、今私の背より高くなってるんですけれど、で、葉っぱを茂らせる、普通に木としての成長はできるんですけど、問題はその後、花を咲かせて実をつけるか、で、その実が、食べられる程度には綺麗にできるかです。うん。で、この、あくまで自給用なので、たくさん作るってことは目指してません。まずは食べられるクオリティのリンゴができるかどうかです。うん。で、おそらく、2年目ぐらいから実ができ始めるそうなので、早くても来年だと思います。はい。まあ、1年後の動画を楽しみにしていてください。で、私もやってみるにあたって、YouTube でリンゴの栽培無農薬とか検索してみたんですけど、木村さん関係の動画しかなかなか出てこないんですよね。で、リンゴの栽培、で、あずき新井村長さんっていう動画が出てきて、それで非常に参考になったんですけれど、やはりですね、肥料とか農薬しっかり使わないと難しいということがそこでも描かれていまして、まだね、無農薬のリンゴ栽培っていうのはね、あんまりあるのかな？ YouTube で上げてるところあれば、ぜひ教えてください。で、これがなかなか取り組みが難しいのはですね、まず、リンゴって基本的に涼しい地域の作物なんですよ、植物。なので、秋田県とか長野県が有名ですね。で、この愛知県西尾市、結構暑いです。ここでできるのかっていうのが一つ、一つ大きな紹介。気候ですね。気候的な問題。で、もう一つ、これは私はラッキーなんですけれど、他に、挑戦するのが難しい理由としては、周りにリンゴ農家さんがいたりすると、おそらく、かなり、嫌がられると思います。失敗した場合ね、無農薬でやって虫が発生するってなると、やっぱ他の同じものを栽培しているところに害虫として飛んでいってしまうんで、それが迷惑になってしまうから、なかなかリンゴの産地とかでは難しいと思うんですけど、幸い私今回3号地に植えたんですが、3号地の周りって、住宅なんですよ。で、住宅だし、この愛知県の西尾市だと、柿とか梨とかが結構栽培されているんですが、どちらの、果樹園もね、周りにはないです。はい。ということで、まあ、
もし虫が発生しても、農業的な迷惑はそこまでかけないかなと。で、私が借りているところはもともと耕作放棄されていたところというか、まあ、何も栽培していなくて、草むらだったところなので、周りの方々も一応、私が管理している方がまだマシっていうことは理解していただいているので、はい。なので、まあ、ちょうど実験するにはいいかなと思ってやってみることにしました。はい。で、暑さが第1点と、あとは虫食いがどれだけ出るかですね。その辺を、まあ、ここから1年か2年か3年かかかるかかかりませんが、記録としてやっていこうと思います。一丁奇跡起こしてみましょう。奇跡のリンゴできるかな。はい。ということで、この後はリンゴの定食の様子を移して、その中ではどんな品種を植えたか、5品種植えました。その紹介もしますし、その作業を紹介した後は、こちらの畑でどんなものが植えているかを見ていきます。3号地の方にもフルーツ植えてあって、それはね、おそらく作業の後に紹介すると思うんで、でその後に、この1号地、今実際どんなフルーツたちが植えられて実っているのか、また、成長はしたけど見るのが難しかったフルーツなんかもあるのでその辺を紹介していきます。 あとですね、これは言っておかなきゃいけないですけど、まあ重ね重ね言いますが実験ですし、私はリンゴ栽培全くの素人です。なのでいろんなコメントいただくと思います。荒れるかもしれませんあのリンゴ栽培なめるなと、でそういったご意見もありがたく、勉強として読ませていただきますので、よかったらね、リンゴ栽培されている方、あるいはもうすでに無農薬でリンゴ栽培されている方もいましたら、ぜひコメントお願いいたします。何せ果樹はね全然わかんないんですよ。適当にやってるので、よく参考にさせてもらってるのは農家の種さんとかのとかめっちゃ勉強なんで、あの辺を見て勉強して実践したりはしてるんですけどね、はい、ということでよかったらコメントお願いいたします。お手柔らかにね。この木がね、去年の冬かなに植えたリンゴ、王林です。なので、2年目です。丸1年生き延びて、去年のね、1年間の季節を耐え抜いたというか、普通に育って、今もね、全然病気とか虫食いもなく、葉っぱも元気に育ってるので、とりあえず、葉っぱ自体は、この気候でもちゃんと茂って育つということが分かっています。ちなみに品種は王林ね。うん。ホームセンターでね、セール品だったやつ。これ、まだ品が残ってるけど、798円だったやつね。これ植えて、ほんと植えただけです。植えてほったらかし、周りの草刈りだけして。で、今ね、私の身長を超えるくらいまで育ってるんで、このまま順調に育っていけばいいかなと思います。2年目ですね。今年花咲くのかな？わからん。すべてわからん。昨日さらに2品種追加しました。念願の姫リンゴですよ。クラブアップルだね。これはね、一本でもなりやすいし、無農薬とかでもね、育ちやすいので、これはかなり期待できます。で、他にも、紅玉。とりあえずね、いろんな品種があった方が、受粉もしやすくなるということもあって、いろいろと比べてみたいこともあり、これも買ってきました。で、リンゴの苗木でだいたい1本がね、1500円前後です。はい。で、現在、王林、津軽、富士、紅玉。そして、アルプソトメ。これで5品種かな。5品種、5本。になりました。この5本で奇跡のリンゴやっていきます奇跡起こるかな。はい、だいたい3メートルぐらい離して、ただ穴掘っただけ。よいしょ。で、千鳥の感じで植えていきます。こいつは紅玉だね。よっ、こんな感じね。この向きはこうか。3号地はもともと果樹、梅とビワなどが植わっていたこともあって、そのままこの畑の隅っこの方をね、樹木植えてます。果樹ですね。
で、このね、今日はリンゴと桃も植えました。で、前から、去年の冬だったかちょっと忘れたんですけど、去年か一昨年に、桃、これ、花桃です。花桃と、これはね、白桃かな。桃で、白桃植えてます。で、イチジクも、三つ植えてね、二つ生き残ってます。あれ、麻酔、多分これ麻酔ドーフィンで、こっちが、イスキアブラックっていうちょっと変わったやつで、で、その隣にオーリンが植えてあると。ちょっとここ狭すぎたんでね、ちょっと調節しなきゃいけないんですけど、というふうに、すでに、梅とビワは全然できてます。無農薬っていうか、ほったらかしでね。で、新たに植えた桃とイチジク、リンゴ。これは、これからに期待ですね。あと、栗も植えてあります。栗もね、これ、やっぱ3年前かな。3年前の、春とかに植えたんですよ。で、去年、2年目にして、ちっちゃい栗ができてました、これ。これもね、2品種植えてます。丹波とね、つくばだったかな。2品種植えないとね、うまく受粉しなかったりするんで。はい。ということで、このリンゴちゃんも3年目かな。3年目ってことのそこ。忘れました。はい。で、これも3年目。イチジク。できております。イスキアブラックね。上に伸ばすより横に伸ばすか。これちょっと引っ張って横にしますわ。うーんって柔らかいんで。で、そうすればリンゴにも火が当たるからね。あとで仕分け、しつけます。ちょうど二股だからこう、こっちとこっちに伸ばして、イチジクも栽培していきます。はい。ということでね、無農薬の果樹栽培やっていきます。まあ、うまくかどうかは最初に言った通り、やってみるとわからんということですね。すがる。はい、ということでリンゴ植えた後、リンゴ植えました。で、これね、オープニングトークしたところの後ろ側なんですけど、これこの1号地の南側の端っこには果樹が植えてあります。で、この今目の前にあるものからいきましょうか。この葉っぱが茂ってるのはこれ柿です。柿が2種類植えてある。甘柿と渋柿、とんがってるタイプと四角いタイプが1種類ずつあって、これ毎年結構取れます。美味しくいただいております。干し柿すると渋柿の方がね、甘くて美味しくなるんですよ。甘柿の方はまあそのままカリカリ食べて美味しいんですけどね。で、こちらが今まさに成熟し始めたクワイチゴです。クワの実ですね。マルベリーとか呼ばれるのかな、これ。これね、赤いところから熟すとこう黒くなります、これね。はい、こんな感じ。うまい、素朴な味。めちゃめちゃ実ってるんですよ、今年。成年っていうのはあるかもしれないけど、どちらかというとね、私は去年バッサリバッサリ木を切ったんで、行き場を失った栄養が、こう、身にいってんじゃないかなと思ってます。で、私自身がこれね、結構ね、落ちやすいんですよ。このほら。めっちゃ地面に落ちるでしょ、これ。もったいないけど、まあこれも土の養分になるし、何より鳥たちがね、餌として食べてくれています。ということでね、前の動画でも言ったかもしれんけど、鳥たちがね、ここに集まって、これ気持ち悪いぐらい実ができてるんだ。なんだこれっていう。すごいね、これ。で、鳥たちが集まって、ここで糞をしてくれば土が豊かになるっていう話ね。いやー、これ集合体恐怖症の人が見たらちょっと悲鳴を上げるんじゃないかってぐらいみっちりできてね、こんなになったのは初めてですよ。成年とはいえ。うん。もうちょっと剪定しますけどね。日陰がまだでかくなるんで。はい。で、こっち。こっちが、これもいつだろうな、2018年とかかな、もう5年目とかだと思う、5年目か6年目くらいだと思うんですけど、みかんですね。これがね、八作甘夏なのかな、八作なのかな、八作と甘夏の違いがわかんないんですけど、これはでっかいやつができます。うん。ん違うかな、まあいいや。で、普通のみかんが2つ。こっちだったかな、今花が咲いてね、すごい香りがしますね。茂っとる。で、これもみかんです。ちょっとこいつだけ葉っぱがだいぶ壊れちゃったり枯れたりしてるんですけど、また再生してきましたね。まあ、なんとかなるでしょう。はい。という感じで、確か5年目、5年目か6年目くらいのみかんです。これ毎年ね、みかん美味しくいただいております。結構できますよ。うん。なので、無農薬、無施肥でもみかんはもう全然できます。この地域、隣が、西尾市の隣が蒲郡市で、蒲郡ってみかん結構有名なんですよ。柑橘類やってるんで、気候的には柑橘類はかなり合っています。オレンジとかみかん大好きなんでね。そして、レモンとかもあると非常に、いろいろ料理にも使えるんで、植えております。
で、こっちが、ずっと生えてるビワですね。で、ビワは3号地にもあるんだけど、ここのはより野生に近い丸っこい品種です。で、これも畑に日を当てるために、結構がっつり切りました、この辺ね。畑に日を当てるというか、隣の柿の木をね、こっちに茂らせるために結構切ったので、今年はまあ収穫少ないかもしれないけども、それでいいかなと思ってます。で、これイチジクね。イチジクもうちょっと手入れっていうか、寝かせたりしなきゃいけないんですけど、イチジクはめちゃめちゃ成長早い。これ確かね、これでまだね、5年目とか6年目ですよ。刺し木から増やして、3年目ぐらいで実ができました。刺し木って2月とか3月に葉っぱが出る前の、この辺の、エラの先端を切って土に刺しておくんですよ。そうすると根っこが出て根付きます。だから簡単に増やせる。はい。で、しかも生育が早いので、イチジクはね、いいですね。ただね、鳥にめちゃ食われるんですよ。だから今年はちゃんと網かけようかなと思ってますね。もうすでにね、実ができてますよ、あの辺。カメラと逆光で映んないか、この真ん中、丸っこいの映ってる。これ。もう青い実ができてます。はい。もっと管理したらね、いっぱいできるんですけど、これももちろん無農薬無施肥です。で、この足元にあるの、これはレモンですね。今年初めて花が咲きました。植えてね、確かに3年目ぐらいだと思う。チョコさんが生まれた時に、お祝いで、苗木1本プレゼントっていうのがあったんですよ。それでもらってきたのがこちらの柚子です。で、これはちょっと枯れかけたりしたんですけど、復活してきましたね。なので、チョコさんと同い年なので、今年で、丸3年になるのかな、うん、だから3歳って感じです。はい、3年目。で、こっち、グミの木が、これ、去年だったっけ、一昨年だったっけ、ちょっと忘れたんですけど、多分、去年の冬とかかな。うん、1年半ぐらい植わってます。いや、もっと前かな、ちょっと、定かじゃないです、もう記憶が。あ、これも3年目かな。はい、そうしとこう。で、これもグミがね、どんどんできてきますよ。この桜もじゃないんですよ。桜も似てるけどね。これ、グミ。子供の頃ね、あんま好きじゃなかったんですよね。酸っぱい。あ、もうちょっと、あ、甘みあるけど、まだ全然酸っぱいね。もうちょっと真っ赤になるまで待った方がいいです。うん、桜も見たんだけど、これグミっていう植物ですね。桜もとは違うのかな、種類的に。はい。で、この辺がね、無農薬でも全然実ができてるタイプですね。まあ、あとはね、他にもブドウ植えてあるんですよ。ちょっとブドウとか移しますね。はい、植えてあるブドウの前にこちら、今年からちょっとやってみようと思うのがね、さらに、桜もですね、佐藤錦、有名なやつ。で、これ団地っていう桜もですね、2品種植えた方がよく実ができるっていうんでね、他にはこれね、ちょっと珍しい赤いレモン、赤レモンです。で、オリーブ、3種類植えた。生えたやつがちょっと枯らしちゃったんでね、新しく植えます。オリーブをね、実をつけたいんですよ。酢漬けにして食べたい。はい。ということで、これも一応果樹ですね。ほんで、こちらがブドウです。このブドウは、新潟の実家で、弟、うち4人兄弟だったんですけど、一番下の弟が、庭に育てたやつ。で、片付けるタイミングで、ちょっと私がもらって、来て植えて、これ3年目になるのかな？植えた初年度から、こういうふうに、実がついて、できはしたんですよ。ただやっぱね、ブドウの形になり始めたあたりから、病気が発生して枯れます。枯れるというか、なんかカビみたいになっちゃう。うん。で、今年はね、過去一でこの、房の部分がたくさんできてるんですけれど、やっぱりこれが病気になってしまうと思うので、どう防げばいいのかな？袋かければいいのかな？全然わかんないです、まあ。とりあえずこのまましばらく観察しておこうかなと思います。元気になればね、病気にも負けずにいけるんじゃないかなと思っててね。ちなみにこっちは私が去年か一昨年か、また植えて、去年かな？植えておいたピオーネかな？ブドウです。はい。こんなとこですね、果樹は。ほいで、もうこれはね、毎年毎年たっぷり収穫している、イチゴ。はい。無農薬無施肥でございます。で、マルチも使っていないと。で、毎年毎年夏場の草の手入れをほったらかして、草に埋もれて枯れて消えてしまうということを繰り返しているんで、去年はちょっとね、しっかり整理し直したんですよ。で、増やしてる最中です。一時ピーク時には、この畝、向こう側、畑の半分ぐらいですね。今、支柱が立ってるあたりまで、いちごの畝が伸びていて、本当に、ピーク時には、毎日ザル一杯分ぐらい取れていたんですけど、減らしてしまったので、ちょっと量が減っています。今が多分、収穫のピークです。で、こっからどんどん収穫は下がっていくんですが、まあ、こんだけあればね、うちの家族、みんなが、美味しい美味しいと食べるぐらい、全然取れます。いいいちごですね、これ。なり始め初期の頃は、虫と鳥にまず食われるんですよ。で、数が増えてくると、虫と鳥に食われずに残って綺麗に完熟するやつも出てくるんで、我々が食べれるということです。
だからこの無農薬でもできるんですよ。無農薬無施肥でもね、できるし、そこまで難しくないんだけど、自給用でやるのはそこまで難しくない。ただこれを、商品にして、それでさらに利益を出そうとすると一気に難しくなる、うん、ここなんですよ。だから農薬っていうものがなぜ必要かっていう話もなってくる、肥料がなぜ必要かっていう話もなってくるんですけど、これ安定的に量と品質を確保して、食料を皆さんに供給する。そのためには現代の消費のスペースだったら、消費とか流通とかのペースであれば、やっぱり農薬と肥料がなければ成り立たないかなと思います。万が一それを使わないでやろうとしたら、食料の値段は明らかに上がります、うん、だからその辺でね、何のためにそれらが使われていいかということもちゃんと考えるって必要があるんですよね。まあ、それが分かってきてくれば、使わずにやることもまあできるけど、使わなかったら何が代償として出てくるかということもね、考えられればいいんじゃないかなと思います。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。今回もここまでご視聴ください、ありがとうございました。最初でも言いましたけれど、果樹栽培、私本当に素人なんで、よかったらコメントでいろいろ教えていただけると助かります。ではまた次の動画で、失礼します。バイバイ。今日はいっぱい食べてるな、いちご。